ヒヤヒヤするー。強くなってきたな相手。レベルどんぐらい上がるだろう。だがもう遅い。希望はついえた。確かめたければ最深部に行け。おお、目ん玉 X になってる。頼む。やばい、10年やばい、10年やばい、10年やばい、 10年もやばい。ついでに言うと10年もやばい。タイムオール、頼むよ。行け。あっけよし、これで最終兵器使えないね。すごいよ、ズルムケッチ。伝説のポケモン自ら友達になりたがるなんて。なんという展開だ。まさか本当に選ばれし者だったとはな。こうやって連戦久々に見た。こんな VR ゴーグルは覚えてたけど、こんな気持ち悪い虫、テッカニみたいな虫ついてたか。随分とけなげではないか、ポケモンゼロのやつよ。人に助けを求めるか、人の力を借りるのか。その格好、フラダリさんだろ。ズルムケッチさん、ズルムケッチに負けたんでしょ。何よ。私のジョアリは最終兵器を使うこと。そのためには伝説ポケモンが取り戻した能力を再び最終兵器に送り込まねばならない。伝説のポケモンを返してもらおう。今度は負けない。君たちが旅で調べたメガリング、メガストーン、私も使わせてもらう。なんでこいつがメガシンか使えるの。カルム激大激でしょ。なんでお前が持っとんねん。かっけえかっけえ。やばい、初手が、あ、初手メガローズになってる。なんかラプラス振り返ったのに初手イベルタルになったんだけど。じゃあゼルネアス、技はジオコントロール持ってる。ごめんな、ムーンフォース打つわ。フラダリごめんな、一旦使わせてくれ、メガロゼを。苦労してゲットしたんだ。一回ぐらい使ってみような。バレへんバレへん。他のメンツとは今までの俺のメンツで戦ってやるよ。ドンカラスな。ドンカラスにはガリアードで行こうかな。本当に死を覚悟した時にだけゼルネアス使おう。いや、ゼルネアスはね、最終兵器としてパーティーが全滅したら使います。鋼の翼買って、いい硬さ。宝石封じて、このダメージ。さあ、どれね、これで残りがメガギャルドスと、あ、だからメガギャルドス先に来そうだな。こいつにフラダリは出してこないもん。フラダリももうガリアードのままいけるか。なんなら、あ、メガギャルドス最後だ。緊張感。お前も闘争心ゲッセンを諦めたのか。俺と一緒じゃん。はい、バイバーイ。いてぇ激流発動ありがとな。水処理剣剣に入った。あ、でもそもそもさすが激流月光が中ポケ、初めて月光が強いと思った。そして大台レベル50に乗っていく。残り1体、問題のね、メガギャラドスですよ。これ威嚇受けて、でこいつに愛兵打たして、ちょっとゴツゴツメットダメージ削った後に、メガルカリオで、じゃルカリオで愛兵受けて、上から波動弾で落とそう。クラッシュでもしとくか、どうせ上取ってるし。あ、でも1回ぐらいガンプ入れてもいいな。53レベル、メガギャラかっこいいな。はい、型破りから硬い、いい硬さ、いい硬さだけど、これ半分入ってね。乱世で死ぬよな次。でまだ波動弾圏内入ってないよねこれ。回復ボツ目、回復も使いたくねえんだよな。いい傷薬、いや持ってねえんだよなこれ。もうして、だってこんだけしかないんだよ。四天王戦無理だろこれ。ロゼお前出番来たわ、一旦な。最悪お前この戦闘で死んでいい。そっちの方が俺後腐れなく旅できるわ。最悪お前ここで死んでいいぞ。フラッシュさん、フラッシュさん、フラッシュさん、フラッシュさんが、あ、強い強い。そんな、そりゃそうなるわ、そりゃそうなりますわ。裏谷さんもフラッシュ一回当てられてるのに、そんななっちゃったら、せっかくね、こんな自分の改造、魔改造してまで、ギャルドスをメガ進化させたのに、あの、使えても分け合った方がいいと思う。フラレさんだって、メガ進化使えたの、ギャルドスが力を分け与えてくれたからでしょ。それだけじゃない、他のポケモンたちも。マジであの、叩きつけるのおもろいわ。伝説のポケモンがいないし、最終兵器は使えないだろ。
あんただけは未来を心配するんじゃなくて、みんなで美しい世界を望めばいいんじゃないのか。そんな10歳の子供たちに説得されて、それができるならとっくに全ての争いが消えている。私に見えるのは愚かな人間どもが自分のことだけを考え、今以上に奪い合う悲しい未来だ。元は死んだポケモンを生き返らせるための装置だが、古代の王はそれを最終兵器とした。取り込んで伝説のポケモンのエネルギー、能力、目覚めた時に取り戻されたが出力を抑えれば望む結果は得られるか。MKR たち、私と永遠に生きよう。そう、枯れない命だ。美しい世界を作るまで死ねない苦しみをくれてやる。なんなんだこれ、全然改心する気配なかったけど、え、これ発動すんの？最終兵器、俺たち止めてくれ。あいつ貫かれるぞ。発動しやがった。共に生きようとか言いながら、あん中は大丈夫なのかな。やっぱり隠してるから。え、俺この後の展開覚えてないんだけど、どうなっちゃうのこれ。破壊されることね。少なくともこれの撃つために出現されたポケモンのエネルギーはもう使い果たされたから死んだんだろうな、この周りのポケモンは。うわ、ミニチュアローズだ。あららら、終わったか。死んだんかこれ。フラダリ、俺たちの石体タウンが、あ、ちゃんと、おい、そこの二人、あたかも一緒に戦ったみたいな面してるそこの二人。うん、この通り。心配してくれてありがとう。みんなで力を合わせて10番道路の列一心につながれた、列石か、列石につながれたポケモンを助けていたんだ。フレア団と戦うのはジーナさんたちに任せていたけどね。あ、じゃあ死んでないのか。吸収されてただけで。じゃあもうフレア団に関わることもありません、ね、あれ、これ一見落着が別に関係なかったのか。君のことを友人として尊敬する。だからこそライバルとして君に勝ちたい。あらあらあら、ちょっと一つ物申していい？あ、一つ物申したいことがあるんだけど、カルネ何やっとん、こんな世界滅亡の危機で。フラダリがあのホロキャスター使ってまでさ、全国配信してんのに。あいつフラダリと関わりあったやん。あのチャンピオン何やっとん？だから印象薄いんだよ。男は驚き悲しんだ。会うために生き返らせたのに。会えない日々が続き、いつしか男には心がなくなった。兵器の光を浴びてしまい、永遠にさまよう男。3000年もこいつさまよってたのか。同じく永遠の時間はさまようポケモン。今どこにいるのか、どうすれば会えるのか。あのフラエッタも3000年生きてるってこと？アズリアンともこれ最後に戦うよね。おっしゃー、ゼルネアスとフラダリという一番の鬼門を突破できた。うわあ！来た？キモすぎる。岩技持ってないの？何？俺なんかこいつと目合った瞬間になんか終わったと思ったんだよな。なんか嫌な予感したんだよな、こいつと目合った瞬間に。ちょっと待って、やばい、それは。それはちょっと本格的にゼルネアスをパーティーに入れないと無理なとこになってきた。ブロスターって間に合う？あいつ何レベル釣れる？今日の目標、色違いブロスターする。うん、そうだよ。逆さバトル。いや、これ逆さバトルガリガリさん超強いんじゃね？逆さバトル55とめっちゃ強いらしいよ、あいつ。草タイプっていう弱点が多いのを利用して、なおかつ装飾だから草に草抜群なんだけど、それすらも無効化してしまうっていう。あ、逆さバトルで闇の石もらえるんだ。おお！
有利有利、相性有利、相性有利で、これで待って、55? 55? いっとえ、ナイス、よく一発で持ってた、お前よく一発で持ってった。これってさ、ゴーストタイプってどうなる、波動弾、これ罰ゲーム、波動弾罰ゲーム、あ、罰ゲーム入る、ほんとに怖えー怖えーよ、なにこいつ、なんでこんなレベル高いの、え、バグでしょこいつ、ここにいんの、四天王かよ、さすがに持ってくんじゃない、タイプ1メガルカリオの波動弾は、オーロットごとき頼むぜ、うわっ、撃とうは大丈夫、撃とうは大丈夫、終わった俺の旅、おいおい、俺の旅終わったぞ、これガチで終わったんだけど、誰こいつ、何このポケモン、タクトなんだけど、これやってることタクトじゃん、お前タクト、ガチモンのタクト出てきた、頭おかしいこいつ、もうやめろ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 、4倍弱点トンボ返り4倍弱点なんだけど、危ねえ危ねえってか、もう終わったよ、え、俺待って、誰が死んだ今、ルカリオともう一体死んだよな、誰死んだ、あ、いや、ルカリオだけだ、メガ進化いなくなったんだけど、しかも闇の石もらえねえし誰だよ闇の石、あいつに買ってもらえるって言っておっかな身だったんだけど、闇の石もらえねえじゃん、この状況を逆転するために逆さバトルしない、逆さバトルトラウマだわ、タイプ相性有利だったのに、まず、あ、闇の石か、来ました。皆さん、ちなみにさ、奇跡二段ギルとギルガルドどっちのが強い、この縛りにおいて、俺もうギルガルド使うの怖え、見えないんだけど俺影、いらんてお前、お前これデブ、山デブ頼む、もう早く来て、空飛びたい、俺空飛びたいから早く来て、しつけえな、まず枠ポジションを見つけよう、オンバーンが、ありやだす、この出現の仕方でレアポケはやめてほしいよな、次アリアドスが出てきたら俺もアリアドスにマスターボール投げそう、やばい、まあ、10回中2回オンバットが出たらいい方だわ、つまり5回に1回で、俺はもうね多分10体ぐらいのアリアドスを見てるから、そろそろ来てもおかしくないな、アリアドス、お前、まあ、10回見たわ多分、お前、あ、これオンバットだ、今なんかシルエット違った、絶対アリアドスじゃない、ほら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 、かわいい、ハート、これマスターボール使っていいか、俺もレベルは45、メス、マスボ使うわ、決めた、お前もうマスボだお前俺のパーティーの救世主になってくれ、頼むよ、お前に全てをかける、俺の全財産をお前にチップする、似とるしな、色合いオンバーンとマスターボールかけるぜ、お前が次世代のエスター、今はなき月光がファイヤーのルカリオに変わる、メガ進化はできないかもしれないけど、お前がMKR のパーティーの柱になるんだよ、今はまだ弱いかもしれないが、真っ暗な洞窟で暮らす20万ヘルツの超音波を大きな耳から発射する、名前はどうしよう、私ヴァンパイアだから、デコニーデコニーナナ、デコニーナナってメスなの、デコ69とかでもいいけど、バンピーちゃん、バンユーチャンネルのバンピーちゃんで行くじゃん、おお、性格チェックタイム、これで C 回数が下がってようもんなら、もう俺はこの旅に終止符を打つ、よしうん、まあいらないものが、いらないものが上がって、いやもう関係ない、何、ここ岩と岩の間って、もしかしてこれ、ここか、こっかな、失敗せずに連続で釣る必要がある、やべえ、俺釣り下手なんだよな、これしかも遅延あるし、40ぐらいかな、うん、え、
40回釣らなきゃいけないの俺。今からこいつ40回釣らないといけないの。怖っ。これはシーラカンスだけど、まあ、これ心を落ち着かせる作業だから。これ色違い出なくてもいい。色違い出なくても普通のブロスターで妥協するから。今俺ただ心を落ち着かせる時間が欲しいだけ。これ見せる方がむずいわ。何時までか。あー一回でも見せたらもう妥協する。一回でも見せたら妥協する。これ見せらんわこんな。はい、あと1回だけチャレンジさせて。40回いったらツイッターのブログにかける。嘘、これ何回目。あ、これ40来ました皆さん。40コンボ男マックスMKR 45コンボいきました。45じゃない、40コンボいきました。もうこれはこれで失敗したらもうやめていい。後悔はね、後悔はないです。次失敗しても所詮それは俺が運がなかったということで。僕には分かんないよ。お前を殺さなきゃいけないんだ。僕には分かんないよ。領域展開。これあくまでも時間が過ぎ去ってる。俺の配信が終わってほしくないがためにミゲルによってこの連鎖の情報を出してるやつ全員ミゲルか。もしかしてあくまでも時間が過ぎしてね。これ一本編むのに俺の国の術師が何十年かけると思ってる。僕には分かんないよ。47コンボ、60コンボまでには絶対出るって言ってたもんね。だってこれ60コンボいくわもう俺。わかんないよ。50コンボそう、あくまでも時間稼ぎしてるやつ多すぎだろ。コメント欄壊れたかと思った。何なんかちっちゃい文字でいっぱい書いてあるなと思ったら文字化けしてんのかと思ったらあくまでも時間稼ぎしてるやつだった。うぜえ、壊れちゃった俺の視聴者。俺の最悪、俺の視聴者全員ミゲルになった。怖い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 っておい初見ドン引くからやめろお前。あくまでも時間稼ぎ、これ一本あぶのに俺の国の術師が何十年かけると思ってる思ってる。死んだらたたるぞゲット。今何連鎖、ゲットゲット教えてくれ。今何連鎖だ。56年、あと4回、あと4回以内に引けなかったらたたるぞゲット。死んだらたたるぞゲット。やべ、ジーランスがここに来て出しゃばり始めてきた。ジーランスの時間稼ぎ始まってる。59来るぞ。60本目で釣れたら俺の国の術師が何十年かけると思ってんだって感じだよこれ。これ一本釣り上げるのに俺の国の術師が何十年かかると思ってんだ。出ないよ。69で釣れるかもな。69まで頑張ろう。69以降はもう次大台の100とか目指すしかない。え、ここで釣れたって人おる？チナ聞くけど。え、ここでちゃんと失礼だな、純愛だよってなった人いる？失礼だな、純愛だよ。俺一人で69するのに何十年かけたと思ってる。69するぞゲット。今釣り上げたらブロスターの名前ミゲルになっちゃう。ミゲルだったら知らないから。ゲトーにしたら死ぬけど。リカちゃん、力を貸して。僕が僕を生きてていいって思えるように。3分の1の100分の1だからな。単純にブロスターが出る確率これ300分の1だよ。ようやくここまでやって300分の1って悲しすぎない？こんだけ釣り率ってさ、最終的に妥協でなんかよくわかんないブロスター捕まえてシーダウンのブロスターとか引いたらたたるぞ。そしたらお前ら一
つの間にか69の3超えてたわ。69するぞ、ゲット。字面で見るとおもろいな。どさくさに紛れてさ、その半角カタカナなら何書いてもいいと思うねお前ら。どさくさに紛れて俺の赤ちゃん産もうとしてるやつとかいるんだけど、半角カタカナだったら何言っても許されると思うね。俺は一人でチンポ舐めるのに何十年かかったと思ってる。これ100行くまでに出なかったら運悪い。82今すごくね。逆に俺82回ミスってないの、喋りながら。でこれ100回行って出なかったらどうする？それだけちょっと教えてくれみんな。100回行って出なかったらまだ俺粘り続けた方がいい。これミスるまで、でもミスんないんだよね。理論上は120、20回から120回まででつって出る確率 63.4%。 8×64 勝ってことか。つまりヒューガは木の葉にて最強ってこと。てかもう100コンボ、100コンボ超えた。40が夢のまた夢かと思ったのに、気づけば100コンボを超えていた男。忍耐力の鬼かよ。この微調整によってね、今の軽い微調整によってこれ来ましたよ。色違い、神の色違い来ますよ。これ来ました。動いたらリセットはないって。これもう釣り失敗しなきゃリセットない。ひょって俺が釣りを失敗することは今後ないかな。無限に連鎖続く。ブロスターの色違いはまあ見てからのお楽しみ。虹色です。 MK と同じ縛りしてるけど、ゼルネアスフラダリ戦で92回当たって死んだ。なんかよくさ、俺がこの縛りするとさ、並行して一緒にポケモンをする人がいるんだけどさ、ちらほら。そういう人たちってさ、よく死んだポケモン使う。俺はさ、死んだ瞬間はみんなが見てるからさ、諦めて使わなくなるけど、一人でルール守れないよ。誰かが見てないとはい、妥協します。すいません、もう今までありがとうございました。もう最後だから、お前で仲間、まあ、最後の仲間だよ。今後こいつ以外にもうおらポケモン、もうなんもない。 XY に君に決めた。ミゲル名前、もうね、こいつ名前ミゲルにするから落ち着いて。みんな元に戻ってきて、もう十分フィッシングは楽しいんだ、楽しいんだから。こいつこれからはこいつがあくまでも時間稼ぎするから、お前らがあくまでも時間稼ぎしなくていい。問題は、え、待って、身長ってめっちゃいいんじゃない？身長って、うわぁなんでだよ、なんで俺のポケモンは全部一番欲しい部分が下がってんだよ、なんでだよ。キャリー完了。さあバンピーちゃん、お前が俺の最後の希望になれるのか。このパーティーの行く末は俺、お前しかいねえんだ。もう野生のポケモンから逃げれるの唯一の高速ポケモンとして頑張ってくれ。オンバーンってなんかちょっと火力低いフライゴンぐらいのイメージなんだよな。素早さなくてかっけえな。でもパーティー全体のビジュアルはそんなに下がってない。まださらにここから使うわ。もう闇の石ギルガルドにするわ。絶対デュランドルのこの二段ギルの状態はかっこいいんだよな。全てを攻めにした感じ。進化の奇跡ともおさらばだ。今までありがとう進化の奇跡。何度俺の一つきっと二段ギルが救われたことか。進化の奇跡にこっからはね、自分の宮も自らで守る。キングシールドで。で、鶴舞を抜いて、聖剣シャドボー。あ、てか、シャドボーあるな。え？覚えないんだ、こいつ。あ、進化した瞬間に覚えるわけじゃないの。思い出さないといけないの。こいつか。メモリアルマダム。まあ、とりあえず最優先、キングシールド。一旦鶴舞。技マシンあるんで。他の技は技マシンがないから。とりあえずこれにしとこう。バコンパ強い。タイプ1流の波動よりも入ると思ったら確かにまあそこそこ強いか。バコンパにするか。え、カクレオンの変形剤ってあれより速いの？誰だ。本当に来たし、プラターヌ。プラターヌ注意報ガチだったし、フラダイさんのことを君に謝らなければならない。本当に申し訳なかった。そしてありがとう。世界のポケモンやみんなのこと心から感謝してる。フレア弾を止めたことで君はフラダイさんも救ったんだ。フラダイどうなったの、あいつ。魂の救済みたいな感じで
あいつを死によって救済したのか、これは。一体フラダリさんはどうなってしまったのか。さて、ミカル、君たちが旅で得た全てを僕に向かう。ほんと戦うんだ。何使ってくるのこれ。メガガブリアスじゃねえよな。フラタールと戦った覚えないんだけど。フラタール中将。あ、バナ、え、あ、御三家か。何レベル、おい、55とかじゃねえよな。逆さバトルよりも強いのはダメだよ。いや、強え。これはでもバンピーちゃんでいけるか。さすがに一回クソ技打ってくるよな。メガ進化しないよね、プラターヌ。おい、ゼニガメもらってったはずなのに、なんでお前ゼニガメまだ持ってんだよ。花吹雪とかいう謎のってた。痛くない。初めてバンピーちゃんでも勝てそうなやつだぞ。上取ってるよね、ほんとに。マウスはやったって。ひめ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 、ナイス。爆音波しろ。じゃあ、うわー、開封機能逆。さすがだね。リチャード、リチャードの亀ですか。怖くねえ、怖くねえ。あくまでも時間稼ぎに経験値振りながらでも戦えるわ、こんなん。カメックス、技範囲わからん。波動弾とか持ってんのかな。まあ、でも俺のさ、あいつようやくギルガルドがキングシールド覚えたから、それだけ、なんかどうせよかな。ロゼオもね、俺ちゃんと種族値見てきたわ、こいつ。全く知らなかったから。まさかこいつに頼ることになるとは思わなかったから、何も情報して調べてなかったんだけど、メガロゼオさんはね、あれらしい。 A と C 一緒らしい。こんなに C の方が高そうな見た目してんのに、 A も同じぐらい高い。まあ、メガロゼオなんか一個技ないけど、この子どうした君。なんで3つしか技ないの。忘れさせるだけ忘れさせて何も覚えさせてないのか。イヤイギリだった、そりゃ。鳳凰とかとね、同じ驚きを得たわ。なんかこいつ A 高いんだっていう。もうちょっとレベル上げればね、ウッドホーン覚えるんだよ。こいつウッドホーンと覚えたらもう相性感もいいし、カチカチになるし。ロケット続きとかいうマジな不遇技来た。ロケット続き威力150ぐらいあってもいいよな。防御グーンと上がって威力150でも弱い気がするわ。それでようやくタイプ1誰か使うかなレベルの技な気がするけど。さすがメガロゼオ。メガロゼオどうする？なんかいらない気がしてきた。もうだいぶ心に余裕が生まれてきた。メガロゼオ一旦ヌメルゴンと変えようかな。調子乗りすぎ？やっぱりメガロゼオは最終手段に残しておいて、一旦ね。やっぱ伝説のポケモンとかさ、この最強のお助けキャラだから、積んだ時のために取っておくのがいいんじゃないでしょうか。ガリアードさんでいけるかな。ガリガリガリガード、竜の波動持ってるか。火炎放射タイプ1は全部4分の1、2分の1だから弾ける。このプラターヌもうちょっとちゃんとやってくれねえか。プラターヌ技が弱すぎんよ、はい、全体的に技が貧弱すぎんよ。翼です。なんで、あまりにも弱い。こんなんで注意報出すな。こんなんでプラターヌ注意報出すな。よし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 。まあでもブロスターがいないと結局水枠がさ他にいないから必要なんですよ。あくまでも時間稼ぎはやっぱり水枠として必要なんですよ。でイベルタルとイベルタルゼルネアスとヌメルゴン、どっちが特防あるかって言ったらヌメルゴンでしょ。俺のパーティーもクレベースとギルガルドによって、まあ、ガチ殺すもんだけど物理方面はカチカチだから、そのね穴を埋める意味でもとりあえず困ったらゼルネアス投げとけ感が否めないんだよね今。嫌なんだよな、親知らず抜いてくださいって言われるの。歯医者行ったら怒られるから。なんで親知らず抜いてないんですかまだって。それが嫌で いけないんだよな。え、誰かおすすめの歯医者ない？ここマジで痛くないっすみたいな。お、来た。48レベル装飾ヌメール来ました。捕まえるかも。さあ今度こそ最後の仲間でも、ね、雨降ってる場所でしか進化しないんだよね。雨降ってる場所でトレーナー残ってないと進化しないじゃん。そしたら
雨降ってる場所で遊べるのか、不思議な雨使えばいいのか。わかった、こいつの名前を親知らずにして、こいつが最後まで生き残ったら親知らず抜くわ。こいつが死んだら抜かん。親知らずになっちゃった。控えめ、ここに来てここに来てようやく理想答え引いた。え、しかもなんかステータスめっちゃ高くない？ヌメイルの時点でこれって、もしもの時はお前に頼るわゼルネアス、あとは任せてくれ。禁煙の力なんか借りずともいけるっていうところを見せるわ。さあ、正真正銘本当に最後の仲間親知らず、この不思議な雨を2個ぶっ破してまで使う価値があるのかどうかと言われたら、まあ微妙なところですけど、雨降ってる時にしかね進化できないんで、もう不思議な雨以外でこいつを進化させる手段がない。ドラゴンタイプ3匹のとんでもない、まドラゴンタイプ3匹で作ったはいいもののさ、今思えばカルネメガサーナイトじゃね、あいつのメガサーナイト大丈夫か。アクアテールいらね、あいつのメガサーナイト誰が倒すの。ギルガルドでいける。来たか、三人衆、サナションベンダンス注意報来ました。巻き散らしてんよこれ。さて私たちこれから何をするのかな。もちろんションベンダンスだろ、だって私たちポケモントレーナーだもん。あれ、ションベンとダンスの部分来なかったぞ。サナだけじゃん、サナオンリーステージなんだけど、ションベン要素とダンス要素来なかった。3体意外と持ってる。こいつどっちだっけ、マホキシーか。あ、でもレベル高くない。ガリアードでエネコロって何してくるのこれ。ノーマルスキン電磁波、マジ僕謎のポケモンなんだよこれ。あー甘えてきた、うざいなそれは。甘えてくるのはちょっとうざい。ちょっと一回ポテンシャルみたいな、親知らずの親知らずのポテンシャルを見たいところだけど、えっ、まあ、別にエネコロはさすがに、エネコロはさすがにって感じだけど、やばい回してるこの人、この人回してる、まあ、違いますよこれ、回してるわけじゃないから、しょうがないしょうがない、さすがにしょうがない、地道に砕いていこう。うぜえから地道に食らえるか。本当にこれガリガリさんでよかったな。冗談抜きでメガ雪の王より強くないこいつ。総合力、総合力絶対メガ雪の王より強いよな。ゴツゴツめったでしょこいつ。あてかギルガルドまたアイテム持ってね、進化の奇跡永遠と持ち続けとる。二段切りであったことが忘れられないんだ。バンピーちゃん50、マフォクシーだったら勝てないかな。ミゲル無理かな。マフォクシーだったらさすがにいけることない。いやでも怖いか、一発で死ぬこいつ。あ、マフォクシー意外と可愛い、やめとこ。まだ早い、まだ早いわ。ちゃんと相手のレベルに並んでお前ようやくタイマン勝てるぐらいだわ。最近ね勝てー。努力値入ってない状態でこの硬さ、硬すぎんだろ。逆に親知らずにでもこんだけ入るってことはミゲルだったら死んでたな。余裕でミゲル余裕で調理されてたな。そう、ちょうど半分、性格補正出てるんじゃない。ちょうど半分入ってくる。オッケーオッケーオッケー、さすがの硬さ、いいよ。いきなり役に立ってる。 AZ ってそんな強くなかったでしょ、彼の終わった後の。なんかよくわからんかも、相手の戦い。食べ残しもいい味出して、お前もお前もヌメルゴンちょっと怖くね。クレベース火炎放射とかで燃やされたら特殊方面やわいわだから、ここはちょっとギルガルドに頼むか。待ってこれさ、あれ連戦あいつらって、ションベンデブ連戦、ションベンデブが連戦だった場合ちょっときついんだけど、今のパーティー上取ってるかな。上取ってる。待って、上取ってるんだけど、ひるませて
ひるませて本当に。前にちょっとこの後のこと考えよう。ションベンデブ、ションベンデブのことまで考えよう。この後のションベンデブに撒き散らされる、やばい。ほんとにゼルネア3期になる。え、どんぐらいやってたよこいつら。全員サナレベルに強かったらやばいんだけど。サザンドラとか出してこないよね。3体持ってんだけど。はいやろ。ちょっとミゲルお前頑張ってくれね。ミゲルお前ファイアローぐらい頑張れるよな。でもさすがにでもあれか、さすがにガリアードか。なんかミゲルに経験値振ってる暇ねえな。アクロバットだ、危ねえ。いや待って、ギルガルドがいなくなったことによって本格的にやっぱり死んだよ。案の定ギルガルドにした弊害出たよ。あいつヌメルゴンより早いのかよ。あ、これちょっと覚えた。ヌメルゴンより早いのギルガルドって。ヌメルゴンが遅いのか意外と。ロズレイド、なんでこいつらこんな強いのポケモン。二段ギルだったら自信なんてへでもなかったのに。でもギルガルド見たかったんだよ。俺はギルガルドが見たかったんだよ。あぶねえ。おい待って、無理、もう無理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 。なんか年下の花びらの前の威力ですらやばい。戦えるポケモンが残ってね、シザリガーと。ねえ、ションベンにドヤ顔撒き散らしダンスされる、これやばい。ションベンで全滅する。こいつはまだなんとかなるかもしれないけど、正面で全滅する。埋め取ってるよね、埋め取ってる。確認検体入れて。あ、終わりだ、終わりだよみんな、終わりだ。いや、信じろ、ガリアードの硬さを、ガリアードの硬さを信じろ。お前は適応力じゃない、スザリガーのクラブハンマーぐらい耐える。急所だけやめろ。やばい、こいつら世界救うのに何にも協力しなかったくせに命がけで一人一体削りに来る。一人一殺してくるんだけど。しかもまだフィニッシャーが残ってる。遅えよ。まあ、おい、じゃあデブ本当に鬼畜じゃねえかよこれ。だ、回復しなかったの。なんでデブの前回復入んねえんだよ。遅えよ。システムの不具合だろ、あのデブが回復してくれなかったの。じゃあキモ、あいつ。あれ、俺誰が死んだ、ギルガルドとガジゴラ死んだよね今。現実だとは思えないんだけど俺。知らんし、ってか何にも考えてなかった別にこいつらのこと。あとウルフと四天王とカルネしか入れてなかったの俺の視野の中に。何こいつら全員キショイ。よかった、あれクレベース死ななくて。クレベースまであの花びらの前で死んどったらちょっともう本当に取り返しつかないというか、もうだいぶ取り返しつかないんだけど。ギルガルドが死んだ時点で
フラージェス、フラージェス突破できる気しないんだが、半分入るかなあいつの。レベルはマックかってんだよこっちは。でもさっきの花びらの舞を思うに、おそれはありがたい。これってあれだな、別にフェリー技の威力上がんないよね。いい火力耐えれば、よしあと一体何、あと一体なんだ。いやミストフィールドは上がんないはず。フェリー技プテラ出番来たか。ミゲル、ミゲルお前出番来たか。え、ミストフィールドって上がるの、フェアリー技の威力。あれミストだけ上がんないんじゃないの。グラスフィールドとエレキフィールド上がるけど、ミストってドラゴン半減だけじゃないの。ミゲル、ミゲルさん、ミゲルさん、やればできんじゃん。でもお前いてよかったよ、ここだけ上がんないよね。上がるって言ってるやつらエアップだぞ。そしたらお前カプレヒでどんだけ強いんだって話になる。わからないことばかりだ。僕の何が足りないんでしょう。じゃあこいつらの文読んでる余裕ねえわ。もうありえん、ありえん。でも墓入りきらない、墓に入りきらない。これまた滝登りできるやつまだ残ってて、あ、英雪シティ、これ最後か、ここ。うわマジでこれギルガルド、え、本当にどうしよう。ギルガルドなしでここまずゲンガーか、まずゴースト捕まえるか。ハートの6はね、あのそもそもハートの6がない。ちょっとじゃあラブカスに泥棒しに行くわ。あ、泥棒覚えない。ゼニガメ泥棒覚えるかな。今ゼニガメ泥棒覚えねえの。シンコラワンチャン覚えないかな。絶対覚えないよなこいつ。100覚えない。え、覚える。シンボラ覚えるぞこいつ泥棒。しかもね、こいつ捕まえると何がいいって、オンバーンが四天王戦で空を飛ぶを捨てれる。よし、こいつだったら絶妙にラブカス殺さないでしょ。出たけど、5レベルとかだったら死ぬよ。あ、15はさすがに耐えるか。あ、おしおし、急所でも全然耐える。ナイス。ミゲル強くなるかなこれで。てかね、バンピーがそもそも強くないっていう。え、あれ違う、人違いか。あれ俺ここに来たかったわけじゃないんだけど、さっきと出た場所違うぞ。めっちゃトリミアンいる。ウルップ、ここはあれだよ、内緒の村、ポケモンの村だよ。悪い連中にひどい目に合わされたり、心ないトレーナーから逃げ出したポケモンの集まりだよ。強すぎるため孤独でいるポケモンもいるようだからね。ほう、お前そのポケモンいい思い出を持っている。あ、あれだよだっけこいつ、口癖すぐあれだよって言うから。おっと、あれだな、あいつと忘れてんな。俺はウルップ、エイセスティのジムリーダーだよ。多分これ歴代8番目のジムリーダーで最弱だろうな。なんでこいつって感じだもんね。しかもメガ進化使わない。最後のエース辻も来ました。ウルップ腹出てんな、裸の大将みたい。何人いたトレーナー4人か。うわ、ここでストロンのとこみたいに大量におったらな。あそこ9人おったからなトレーナー。そしたらまぁ、ちょっと何レベルぐらいのやつ出してくるか見ましょうか。鏡の女王53とかかな。あ、ニューラいいね。役割対象頼むぜミゲル。
何のためにお前育てたと思ってんだ。本来ここでミゲルを活躍させる予定はなかったんだけど、54か強いな。ただミゲルも相当レベル上がったからね。やれんぜミゲル、やれんぜ。メガランチャー波動弾の力見せてね。まずは4倍弱点。単純な氷タイプには多分ミゲルに打点持ってないから、パルシェンゴもいけるよ。輝いてるぞお前今ミゲル、ミゲル最高に輝いてるよ。お前が待ち望んだ、いやこれギルガルドよりも、むしろギルガルドだったらニューラにねと思ったけど、どう考えても、いやギルガルドは変にパルシェンとかに上取って殴って後ろから殴られて死んじゃうから、これはねミゲルにしかできない。さあ最後だ。あれだよ、氷ってのは硬くそして脆いもんだよ。だからあれだよ、お前さんがどんなポケモン、どんな技をクリアするかで俺の強さも変わっちまう。だがそれがいいんだよ、脳書きはどうでもいいか。ほらポケモン出そうや言ってることはかっこいいなこいつ。見た目はただのホームレスだけど、うるっ。さあ初手は雪の王かな。来た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 、こいつがメガ進化しなくて本当によかったよ。あこいつゴールバットのアクロバットで死ぬからな。っていうかなんで、でも全て持ってるからオンバーンは出せない。さあレベル56だけど、弾き返してみせろ親知らず。自慢の特防で、お前の自慢の特抜いてる抜いてる。火の玉プレート持ってたから。なんでお前雪の王は抜けんのにギルガルドに抜かれるんだよ。フルジオさん、これはメガローゼで電磁波入れるか。メガロゼに対してラスカーがどんぐらい入るかで、果たしてこいつの攻撃でクレベースが死んでたのかどうか判断しよう。俺のダメージ計算力は合っていたのかどうか。ラスタガロン、これがどんぐらい入るか。全然入んないまるで入んない。ロゼオにだいたい50ぐらいか、今くらったの。ロゼオに50入ったってことは、こいつの特防所属値が143で、だいたい半分しかない、ガリガリさん半分しかない70だから、まあ今の倍入ってたとしても100ちょいだね。だから9勝でも立ってたわ。そしたらフットホンで、まあ、クレベースはね怠慢であいつが勝ってくれるだろうから。ドーンの吸収率すごいな。絶対レイド怖いんだけど、でもそういえば、そういえば絶対レイド怖いんだけど、レベル同じだから、そこだけが怖い。 H の高さ違っても同じだよ。だって食らうダメージは変わらないから、100の 1.5 倍150だから170あるで耐えます。そしたらあクレベースはね、逆に相手のクレベースはミゲルの波動弾耐えるんですかって話ですよこれ。普通に耐えられそう、でもでも普通に耐えられそう。すべて上取ってるよね。ナイスナイスナイス。 C 逆 V 性格、あーマジで響くな、マジで全部ミリ残してるじゃんこいつ。しかも B ダウンしたし、逆にお前 C がせめてマイナス補正じゃなかったら、逆 V でもいいからせめてマイナス補正じゃなかったら落とせてるんだよな。ミリ残しウルプやめてやれ。クレベースはもう限界だ。かき氷になっちゃうよ。マジで絶弁残るんだけど何なんこれ。逆に相手に薬を使わせる作戦か、心を完全に折るために。初めてなんかクレベース見たとき結構俺衝撃受けたんだよ。何これ、こんなのポケモンじゃねえよと思ったけど、意外とかっこいい。8番目のやつが使うから多分そんなに、最後の最後で出してくるポケモンこれみたいな8番目のジムリーダーの切り札これ、そうなったけど、今やこんなね頼もしい相棒になっているとは。冷凍ビームくれるとかいいやつすぎるんだこれ。冷凍ビーム10万ボルト火炎放射がこの時代はなんか簡単に手に入るから、そういう面ではありがたい。かっけえ。
帰り方どれもかっけえ。おお